に天井狙うべきだと思わん？あー、サポーター強い、このゲーム。重いよ。俺、フリーダちゃん、俺、簡単しようかなと思ってんだよね。お願いします。感謝やめて。マジで、ここで感謝だけはやめてください。お願いします。お願いします。お願いします。感謝やめてください。終焉でお願いします。終焉じゃないとダメなんです。どうも皆さん、こんばんは。こんにちは、こんばんは。ヘマスです。リオセンスにね、今日来たので、言ってきたいと思います。何年かわからん。悪くはないんじゃない？悪くはない。悪くない。悪くない。頼みます。お願いします。ヌビレットの時もそうでした。めちゃめちゃ良かったんです。なので今回もお願いします。おお！まあ、とりあえず、2万寄せいっとくか。もう気分が楽だ。だからもう、あとは、スッと出すだけ。スッと終わらせるか。え？終わらせる？出なさすぎじゃない？刻みます。いや、だいぶかかったな。だいぶかかった。お、そうか、単発だからか。びっくりしたわ。かっこいい。原神やっといた方がいい。やっときな。何か辛い時があった時に原神に逃げられる。上司とかバイト先、学校で嫌なことがあった。いや、俺家帰ったら原神できるし、オープンワールドで推しと冒険できるしってなれるので、ぜひね、始めてください。心の教養になります。持ってないの、俺まだ終焉。まあ、すり抜けても今回はもう全然いいね。ノイルガチャは多分ずっと残す。ずっと残す予定です。そっかそっかそっか。これ今回からなのかな。パッて出します。パッて。ここで、なんだったらここが70連ぐらい。違いますね。全然そんなことありませんでした。刻むよ。これは刻むよ。まあまあまあ。1万2000はいきますけど。いやでも終焉出ていいんだよな。いや、なんだろう。終焉出ていいかも。逆に終焉狙いに行こう。うん。終焉出ていい。全然終焉出ていい。全然終焉出ていい。だって終焉欲しいもん。で絶対持っといた方がいいもんね。終焉ね。終焉がいいんだよね。終焉が、なんでんだよ、お前は誰だ、お前は誰だ、もうもうつまり、つまりだ。もう二天井狙うべきだと思わん？わからんわからん。ごめんごめん。わからんわからん。ごめん、わからん、わからんくなってきた。次で、終焉引いて、で、ここをゲージ二つ貯めて、で、三つ目で、これを監視を狙いに行く。よっしゃ、行くぞ！フリーナちゃんが待ってるのに。20年。フリーナちゃん、だってさ、このガチャ、3週間後、フリーナ来るってこと？マジかよ。重いよ。俺、フリーナちゃん、俺、簡単しようかなと思ってんだよね。日輪に行きます。2万4000、ありがとうございます。今日だけで5万課金しとる。気づいたらもう5万課金してる。いや、頼むわ。終焉でもない。お願いします。感謝やめて。マジでここで感謝だけはやめてください。お願いします。お願いします。お願いします。感謝やめてください。終焉でお願いします。終焉じゃないとダメなんです。感謝じゃダメなんですか？終焉じゃなきゃダメなんです。お願いします。お願い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 。マジでよかった。よし。もう何も怖くない。何も怖くない。もう何だったら10連で出て。武器ガチャってマックスあれだっけ ?70 だっけ天井。もう70、ん？だから60連からあれなんか、急激に確率上がるっけ武器ガチャって。そういうのいらない。10連でいい、10連で10連で。パッと出します。ここで出します。さあ、どうぞ来てください。よろしくお願いします。黄色い光が突破突破。違うんだよな。あんまり刻みたくない。タケノコ、何だったらタケノコ来い。うぬじゃない。よーし、よし、ちっちゃかわいいな。かわいい。よーし。よし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 。
いいぞ。試し切り行こうか。試し切り行こう。80でもやれるってとこ見せていこう。会心率。まあ、ファントム発動すれば 100% 超える。会心ダメージ213。槍の、まあ、とりあえずやっとキーの、スキル槍の、うわうわえぐい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 強いめちゃめちゃ強い無凸なのに無凸なのにめちゃめちゃ強いなんでこんな強いんだえぐい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 いやもう逆に当たらんかあー強えびっくりするぐらい強え。まあ、そりゃね、そりゃ神格姉さんとカズハ勝利全部もらってるから、そりゃ強くなるはずなんだけど、いやでも、強いわ。会心率溢れてる。すげえ溢れてる。もったいないね。確かにもったいないわ。だから締め縄か。まあ、こっちの方がいい。いや、まあ、こっちの方がいいか。よし。まあ、ちょっとあれだけど。ちょっと伸びるだけだけど、攻撃力が。あんまり別にしなくてもね。大丈夫だけど。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。1万4000ぐらい、これぐらいか。で、銃撃が銃撃が3万いかないぐらいだな。でもこんなもんか。まあ、リズ。ダメージね、88% もらえるってだけで強いよ。こっち、回心率今溢れてっからな。ちょっと使ってみっか。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいから、ね。強いヌビレット強いなんだろう、ヌビレットがなんかダメージを出してる気がしてきた。なんだか。恐れなくていいし、罪に向き合う。やるやん。全然やれるやん。全然やれるんだけど、やっぱり回心率が持ち向きだと腐ってる分やっぱ強いんだろうな、こっちの方が。今俺のステータスじゃこの子を最大限発揮できてない感じは。せっかくのチャンスだ、本気を出して俺を楽しませてくれ。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。強え。サポーター強え。このゲーム一回考えよう。一突はなんかもうバッファーが強すぎて、すんごいアタッカーとして、なんだろう、まあヌビレットが突出しすぎたせいでってのもあるけど、まあでも楽しいからな。楽しいが一番だからな。使ってて楽しいキャラである。一突してたら多分めちゃめちゃもっと楽しい。昇竜拳もっと打てるから。主演引けたし、思った以上に出費したけど全然いいです。お疲れ様でした。ありがとうございます。